おはようございます。釣り子 TV です。大人気のレインズのですね、スワンプシリーズですよね。それのショップオリカラっていうことで2袋ね、気になるやつがあったんで買ってきてみたんですけど、何が気になるかっていうとね、エロピンクと、エロピンクね、こっちもエロピンク、いやー、なかなかね、どうだろう、ルアーの名前にエロがついているのはねすげえなと思って、なのかどうなのか、まあちょっとね、とりあえず買ってみたんで、どんな感じの色かね。でちなみにどこのショップのオリジナルカラーかっていうと、マニアックスってね、お店、この前ね、竿を買いに行った時に、まあいろいろ店内にそのショップのオリカラーすごい力入れていて、いろんなね、マス用のスプーンとか、あとは各種人気のワームとかルアーとかね、オリカラにねすごいね凝っているお店で、でそこでねこのエロピンクがあったんで買ってみました。まあまあルアー自体はねもう大人気のですね、エコスワンプっていうことで、まあこんな感じで、なんかこの突起がまあエロいです。まあピンクがエロいってことなのかな。いやらしい色してますね。ただのピンクにこんな感じの赤らめねがつぶ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 入っていて、まあどうでしょうか。で、まあこれなんでね、マニアックスで、スワンプ買ったかっていうと、スワンプ使いのね名手の人がですね、店員さんにいるんですよね。亀山でもめちゃくちゃ強かった町田くんがですね、店員さんしていて、町田くんというバサーの雑誌でね、亀山のスーパーロコっていうことで、このスワンプとかを使った釣りを雑誌の記事で、紹介されていて、めちゃくちゃ大会とかね、あの頃強くて、今はスポットスポットでたまに出るぐらいなのかもしれないんですけども、とんでもないね、強さの町田くんね。その町田くんが勤めているお店で、そのスワンプのね折りからっていうことで、これね一袋二袋を買っておかないといけないんじゃないんですかと思ってですね。で詳しくはね、使い方なんかお店に行けばね、町田くんがいれば聞けるかと思いますので、何やらこう針のかけ方を独特なねかけ方にすることによって、ちょっとこのスワンプが斜めに、普通綺麗にまっすぐね、ピーンとねピンコ立ちした感じでまっすぐですね、使うもんだっていうイメージでいたんですけども、雑誌の記事によるとちょっとこうその針の刺し方によって曲げることによって独特な落ち方をして、その亀山のスレッカらしいパスなんかも口を使わせる、パワーフィネスのタックルでこう入れてデカバスをどんどん釣る、ね、量産する、それによって、まあ、大会を勝つっていうね、まあ、その釣りが公開されたおかげでだいぶ釣れる人も増えたんじゃないんですかね。まあ、未だにやっぱりパワーフィネスで、ね、こういったストレート系のワームを、ね使っているっていうのはもうあれ、そう公開した後に一気に増えたと思うんで、本当町田チルドレンっていう感じなんじゃないんでしょうか。で自分もねそれにあやかりたいなというか、あんなにねでかいバスとかねいっぱいね釣りたいなと思って買ってきてみたんですけど、で釣りにかかる時用にこれエコスワンプマイクロのエロピンクね、これも買ってきてみました。これはねダウンショットにつけたり、小さなねマイクロな感じのネコリグにしたり、いろいろと、これもうね大きさがエロいですよね。これは食っちゃうだろうっていうね。で先ほどのと同じエロピンクなんで、このソリッドな感じのピンクに赤らめが封入されておりますね。これはすごいな。まあまあまあこんな感じで、で一袋買うとね、こんだけいっぱい入ってるってのもね魅力ですよね。あとは何にしてもこのレインズの素材がいいのか、本当ねバスが加えたら離さないっていうね印象がある、すごいね名作中の名作ワームなので、メイドインジャパンね。でそうね、小森さんなんか年末に動画に出てくれた時に、こういうまっすぐ系のねワームなぜ釣れるのかね、
なぜね、マイクロスワンプなのか、ね、スワンプ系なのか、ね、このストーンとねストレート状に伸びたもうほんとこのシンプルなね、とにかくまっすぐ、これが釣れる秘密だなんて言ってましたんでね、カリフォルニアロールなんかもねゲイリアムとここねちょっとついてるけど、まっすぐね、まあ、線香みたいな感じというか、まあこの長さでこの感じでこの素材って言ったら、まあ、レインズのもうねスワンプシリーズかと思うんですけども、ほんとシンプルな中にすごい釣れる秘密がねいっぱい凝縮されているルアーなので、まあちょっとねこれでエロピンク手に入れたんで、またね夏の今の時期とかに効く印象がすごい自分の中ではあるんですよね。こう垂直なストラクチャーに猫リグでまっすぐ落とすね、まっすぐで、そういうなんだろう、横にふわふわじゃなくてストンっていう動きが効く時なんかこのスワンプシリーズなんじゃないかなっていうふうに思いますんで、またね動画でいろいろ実調のところに出てくると思いますけども、ピンク色の何か棒状のエロいものを使っているなと思ったら、このねマニアックスの折りからのエロピンク、ね、これを使ってるんだなと思っていただければと思いますので、まあ、動画にまとめてみました。というわけで本日の釣り子 TV はですね、こちらショップの折りからですね、エコスワンプとエコスワンプマイクロのエロピンク、ね、マニアックスオリジナルからこれ買ってきてみてよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。